こんにちは、ラオです。今月の買ってみた、早速やっていきたいと思います。まずはガンプラから。はい、今月発売されたマスターグレードの新しいリックドームです。箱を開けてみましょうか。せーの、はい、出ました。先月発売されたドームももちろん購入しています。この2つのドーム、パッと見はほぼ一緒ですよね。どっちがどっちかわかりますか？正解はこちらがドームで、こちらがリックドームでした。簡単に違いを見ていきましょうか。まず大きな違いは武器ですね。ドームにはジャイアントバズとラケーテンバズーカが付属します。これはドームトロンペンが持ってるやつですね。それに対してリックドームにはビームバズーカとジャイアントバズーが付属します。成型色もよく見ると違いますね。リックドームの方がドームよりも紫が少し薄い感じがします。はい、さらに見ていきましょう。こちら足の裏ですが、ドームは地上用なのでポバーがついているんですが、リックドームはバーニアがついています。あとリックドームはスカートが大型化されているのと、ランドセルのバーニアも大きくなっていますね。違いはこんなところですが、これらの違いは旧 MG ドーム、リックドームでもすでに再現されていました。次に旧 MG との違いを見ていきましょうか。腕は肩から手のひらまで全て新しくなっています。正確に言うと数年前に発売されたドワッチから流用されています。あとショルダーアーマーですが、旧マスターグレードは黒いパーツが真ん中で2分割されていたんですが、新しいものはワンパーツなので合わせ目が出ません。これは素晴らしいですね。あとは足の付け根がこんな感じに回転したり、足首がここまで曲がるようにフレームがアップデートされています。肩のフレームも更新されているので、ちょっとだけ手前に傾けることができるようになっています。はい、旧マスターグレードドームの出来が良いので、これだけのアップデートでもかなり満足度が高くなった印象がありますね。次に残念な点も挙げておきます。こちら、これはリックドームのビームバズーカなんですが、なんとモナカなんですよね。グリップの部分だけ今回新しくなった手のひらで保持できるように更新されているんですが、それ以外は20年前のキットのまま。2020年発売のマスターグレードでモナカはないんじゃないかと思うんですが、楽しみにしてたのにね。これはないわ、バンダイさん。はい、気を取り直して次へ行きましょうか。続いて購入したのはこちら。はい、出ました、マスターグレードガンタンク。再販されたので購入しました。このキット実は新発売の時に購入したんですが、ずっと積んであったので一度手放したんですよね。ただ最近になって作りたくなってきたので、また購入することになってしまいました。今度こそは完成まで持っていきたいですね。はい、次へ行きましょう。まだまだありますよ。続いて購入したのはこちら、マスターグレードガンダム GP01 フルバーニアンですね。このキット発売されたのは1997年なので約25年前ですね。当時この CG のパケを見てめちゃくちゃかっこいいなと思ってたんですが、最近のものと比べるとちょっとあっさりしていますね。あと昔の MG はこんな感じにのしがついていましたね。懐かしい。これもね、再販されたので購入しました。当時はパチ組で終わらせた記憶があるんですが、今回は塗装して仕上げたいですね。はい、次へ行きましょう。続いて購入したのはこちら、5スターストーリーズよりレッドミラージュ2機ですね。これはあまり詳しくないんですが、サリオン機の方はかかとが二股になっているんですね。ヒールもいいんですが、こっちもかっこいいですね。バージョン3の方は大型のランスが付属します。デカールは2枚付属していますが、同じ赤でも若干色味が違うみたいです。はい、次へ行きましょうか。続いて購入したのはこちら、バットマンビギンズ版のバットモビル、通称タンブラーですね。
映画ザ・バットマンの公開に合わせて発売されました。これはバットマンビギンズが公開された当時に発売されたキットのリニューアルバージョンになります。違いとしては成型色ですね。以前のバージョンは半光沢の少し青みがかった黒だったんですが、今回は艶消しの真っ黒ですね。こっちの方が映画の雰囲気に近くていいですね。それにしてもタンブラーのかっこよさはやばいですね。はい、今回購入したキットは以上になります。続いてツール消耗品関連行ってみたいと思います。はい、まずはこちら。これは彫刻刀の平刀ですね。幅が 1.5mm のものと 1mm のもので、ガンプラのモールドを彫るために購入しました。ちょっと見てみましょうか。まずは 1.5mm 幅のものから。グリップは木製で、手首が当たる部分が少しへこんでいるので手にいい感じにフィットしますね。刃を保護するビニール製の専用キャップが付属するのはいいですね。刃物なのでキャップがついているとやっぱり安心できますね。刃の部分を見てみましょう。形は一般的な平刀ですね。幅が 1.5mm ということなんですが、実際に測ってみます。これは 1.64mm。 表記よりも 0.14mm 幅が広いですね。これはちょっと困りましたね。刃の両端をヤスリなんかで少し削れば 1.5mm にすることができるかもしれませんが、これはちょっと残念ですね。 1mm 幅の方も見てみましょう。はい、刃先はさっきの彫刻刀と違い、両刃みたいな感じになっていますね。パッケージにはしっかりと取り扱いの説明が書いてあります。このグリップの部分を外して逆さに取り付けることでキャップにもなるみたいですね。これはよく考えられていると思います。ただこのグリップの部分ですが、3本線が入っているんですが、これでは全く滑り止めの効果は期待できませんね。もう少し切り込みを工夫したり、あとゴムがついているともっといいと思いました。刃のサイズも確認してみましょう。はい、1.02mm ということで、表記よりも 0.02mm 幅が広いんですが、これはね、誤差と見ていいと思います。続いて切れ味も確認してみましょう。まずは 1mm 幅のものから。はい、ちょっと使ってみたんですが、切れ味がね、なんとなくいまいちな感じがしますね。あと刃が両刃なので、かなり本体を寝かせないとうまく彫れないですね。これはちょっと使いにくいかな。続いて 1.5mm 幅のものです。はい、これは模型専用ではないと思うんですが、切れ味はなかなかいいですね。刃も片刃なので、あまり本体を寝かせなくて済むのも使いやすくていいですね。はい、貫通したので折り幅をチェックしてみます。はい、 1.62mm ということで、やはり 1.5mm よりも少し幅が広く掘れてしまいます。 1mm の方の折り幅は 1.01mm。 これはすごいですね。バッチリ。はい、というわけで両方とも一長一短がある感じですが、しばらく使ってみたいと思います。はい、次へ行きましょう。続いて購入したのはこちら。はい、謎の箱。中身はというと、はい、出ました。これは何かというと、レザークラフトツールを収納するためのスタンドなんですが、模型用のツールスタンドとして使えないかなと思って購入してみました。穴のサイズは3種類で合計98個空いています。それぞれの穴のサイズはこちら。重さは 654g とずっしり重くていいですね。皆さんは工具の収納はどうされていますか？私が普段どうやって収納しているかというと、はい、こんな状態なので欲しい工具がなかなか見つからないこともありますね。というわけで早速手持ちの工具を並べてみますね。
はい、どうでしょうか。汎用品なのでジャストフィットっていう感じではないんですが、なかなかいい感じではないかと思います。ピンバイスとかタガネはね、収納できると思っていたんですが、ニッパーが立てられるっていうのはなかなかいいですね。このスタンドもしばらく使ってみたいと思います。はい、次へ行きましょう。続いて購入したのはこちら。はい、コンプレッサーですね。今回はレビューはしないんですが、中身少しだけ覗いてみましょうか。まず出てきたのはコンプレッサーとハンドピースをつなぐホースですね。そしてこれがハンドピース。それから本体が出てきましたね。コンプレッサーの下に3リットルのタンクがつくタイプです。はい、このコンプレッサーなんですが、別の動画で詳しくレビューしたいと思いますので、興味のある方はぜひご覧いただけると嬉しいです。